ちは。ゆっくりマリサだぜ、霊夢です。今回は、どんなお話をしてくれるんだ？今回紹介するのは、センター利用入試についてだよ。センター利用ってめんどくさそうだから、受けるつもりなかったんだけどな。それはもったいないよ。そんなマリサや、何校くらい出せばいいの？どのレベルの大学に出せばいいの？といった疑問を持った視聴者さんのために。センター利用入試とは？2センター利用入試のメリット。利用の仕方。そして最後に、センターのボーダーのまとめ。を解説するよ。それじゃあ、始めよう。なあ、霊夢、そもそも、センター利用入試って、何なんだ？センター利用入試っていうのは、センター試験の成績によって、合否判定が行われる試験のことだよ。ほとんどの私立大学で行われているかな。ちなみに慶応義塾大学は、センター利用入試を実施していないよ。そうなのか。あと、センター利用入試には、センター試験のみで選抜する場合と、センターと個別試験の結果を統合して、選抜する場合があるよ。それって、一般試験との併願は、OK なのか？併願は可能だよ。あとは願書を出すのを忘れないようにね。いろいろ教えてくれたけど、結局メリットって、何なんだ？それじゃあ、次はメリットについて話すね。まずは、一つの試験で複数の大学に、出願できることだよ。なんだと？それじゃあ、何個も何個も、試験を受ける必要がないのか？そうだよ、試験の数が減れば、負担もかなり軽減できるだろ。あとは、センター試験は近場で行われるから、わざわざ、遠隔地まで受験しに行かなくていいよね。しかも、交通費も削減できるじゃないか。そう、さらに平均で3万、5000円程度かかる。一般入試に比べて、センター利用入試は、1万、5000円程度でいいんだ。体にもお財布にも優しいなんて、最高じゃないか？ただし、定員が少ないから倍率も、高くなるからね。他にも注意点はあるよ。じゃあ、そのことについて、3の利用の仕方で話すね。注意点ってなんだ？もし、早慶に行きたいから、早慶しかセンター利用をしなかったとする。これでセンター試験を失敗しちゃったら、どうなる？そんなことになったら、センター利用で、一つも引っかからないじゃないか。そうなんだよ。だから注意点として、出願する大学のレベルは、ばらつかせた方がいいかな。早慶を一つ、マーチを二つ、日東駒線を二つ、トレイはこんな感じか。そうだね、これなら少し失敗しちゃっても、マーチや日東駒線に引っかかりやすいからね。そうか、わかったぞ、ありがとう。じっくり考えながら、出願する大学を決めてね。最後はセンターのボーダーのまとめを、紹介するね。まずは、早慶からね。次はマーチだよ。これで終わりだよ。でも、字が小さすぎて読めない。そんな人のために概要欄に、ボーダーをまとめたものを貼っておくね。それじゃあ、また今度。現在までに、大学受験チャンネルで、配信を予定している動画は、次の通りです。する予定です。またリクエストがあればその動画も作ります。 YouTube のコメント欄や大学受験チャンネル公式 Twitter へお気軽にどうぞ。いかがでしたでしょうか。この動画が皆さんの助けになればとても嬉しいです。大学受験チャンネルでは受験に挑戦する全ての人を全力で応援しています。このチャンネルでは現役の予備高校士監修のもと過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。